円筒に投影すると正常な形が見える。レイアナモルフォーシスとは、歪んだ画像を円筒などに投影したり角度を変えてみたりすることで正常な形が見えるようになる。デザイン技法の一つである。アナモルフォーシス、アナモルフォース、アナモルフォーズとも、アナモルフォーシスはギリシア語で最高性を意味する。他の言語では、アルファニューアルファミューローファイオメガシグマイタ、アナモーフォーティシャスビルとアナモファシ アナモルフォーシス、バーテケンドビエルド、アナモルフォーズ、アナモーファザ、アナモーファジズなどといった言い方がある。日本では、江戸時代に、刀の鞘を投影用の円筒として利用したものが、流行し、鞘へと呼ばれた。アナモルフォーシスには主に2種類の投影方式がある。一つは対象を、斜めの角度から見たとき正常な形が見えるようになる。もの、もう一つは、 円筒状の鏡のようなものに映した時正常に表示されるものである。角度変更による投影が最初に確認されるのは、早期ルネサンス、円筒への投影が確認されるのは、バロック時代である。イニャーツヨ聖堂に描かれたアンドレア・ポッツォの絵画、ハンス・ホルバイン作、大使たち。手前にある細長い物体が、アナモルフォーシスの技法を使った例である。大使たちの手前にある物体を、 斜め左下から見た様子、頭蓋骨であることがわかる。レオナルドの目が斜面投影の確認される最も古い例である。またハンスホルバインはよくこの手のアナモルフォーシスを使用したことで知られている。彼の絵の中で、大使たちはその例として最も有名である。絵の下部に歪んだ物体が描かれており、この物体は左斜め下から見ると人の頭蓋骨に見えるようになっている。 17世紀のバロック時代には建築と組み合わせる形でトロンプルイユの壁画などにも用いられた。イタリアのローマイニャツヤオ堂にある天井画はアンドレア・ポッツォにより天井を利用したアナモルフォーシスとして描かれている。また、ポッツォは天井がドームに見えるようにと依頼を受けており、人物部分をアナモルフォーシスで描き、背景部分でトロンプルイユの技法を用いて柱を描いている。 この天井画をある一定の地点から見ると錯覚により天井に奥行き感が与えられ実際以上の高さを持っているように見える。18世紀から19世紀にはアナモルフォーシスの絵が美術よりも子供向けの遊びとして利用されるようになる。20世紀には何人かの芸術家により新たなるアナモルフォーシスの技法が探求された。マルセル・デュシャンはアナモルフォーシスへ強い関心を 抱くようになり、いくつかの作品にこの技法が用いられている。また、サルバドール・ダリもこの技法を用いていくつかの作品を描いた。ヤンディ・ベッツは角度を変えてみたとき正常な形となるアナモルフォーシス形式に関する研究を行った。スウェーデンの画家ハンス・ハングレンは1960年代から1970年代にかけてミラーを使ったアナモルフォーシスの作品を多数手掛けた。 また、日本の画家、福田修雄も1970年代から1980年代にかけてこのタイプのものを多く制作している。パトリック・ヒューズ、渡辺・富士夫、イシュト・トバーン・オロツ、フェリス・バリニ、マシューン・グイ、ケリー・ホール、ニジェル・ウィリアムス、ジュディ・グランスなど有名な画家が多くアナモル・フォーシスの絵を手掛けた。また、 他の事例としては、チョークを使うアメリカの芸術家として、有名なクルト・ウェナーや、ジュリアン・ビーバーのように道路や建物の周囲にある、歩道へ、アナモルフォーシスの絵を描いたものもある。このタイプの作品はまずモチーフを、斜め上の角度から撮影し、その写真にグリッドを描いて、座標を取り、グリッドの座標をもとに、遠近感を調整しながら引き伸ばす形で描かれる。ありがとうございます。